ただいまの出席議員数は11名であります。定数数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。日程に先立ちご報告いたします。黒田福祉課長が欠席しております。代わって柳瀬主幹が出席しております。これで報告を終わります。本日の議事日程はお手元に配布のとおりであります。これより本日の日程に入ります。日程第1、町政一般に対する質問並びに議案第74号、令和5年度上市町一般会計補正予算第6号から議案第87号、町道路線の認定に関する件までの14件を議題といたします。これより町政一般に対する質問並びに提出案件に対する質疑を行います。通告がありますので順次発言を許します。11番臼井紀夫君。通告に従いまして質問いたします。最初に役場内での低賃金不安定雇用の改善の問題について質問いたします。働く人の低賃金期限付きなど不安定雇用が生活力購買力を弱め社会を下降させてきました。郷土の元国会議員、今は個人の住英作氏が、労働省の局長時代に、人材派遣はごく限られた部門で合法と、趣旨の国会答弁が残されています。期限付き不安定雇用は、ソフトエンジニアなど、ごく一部の限られた部門を限定に認められたものですが、際限なく拡大され、低賃金化が進行しました。不平等、不安定な職場の是正なくして、明るい社会、人口増が進みません。役場がお手本になっていただきたい。このことについては正規非正規の格差の是正、また3年以上勤務してよくある非正規雇用職員の正規化を進めていただきたい。答弁よろしくお願いします。次に学校統廃合の問題について質問いたします。子どもの数の減少、先生が少ないことを理由に、校区の学校統廃合が進められていますが、学校だけではなく、町村合併など、統廃合はあらゆる分野で進められてきました。かつては種にも、ごまど、より地域にも、分校という形でしたが、学校がありました。大岩、黒川、音杉にも小学校がありました。当時の小学校の生徒数は3000人を超えていました。今の4倍、5倍、6倍の時代でも学校の統廃合が進められてきました。同時に商店街が後退する、地域が過疎化する、農林業が後退する、野生動物の被害も進みました。上市だけでなく学校の統廃合は全国で進められております。違う方向に向かっているんじゃないでしょうか。こうした
学校の統廃合が転入者の減少につながり、校区の減退につながるのではないか、このことに町長の答弁をお願いいたします。以上で質問を終わります。中川町長。まず低賃金不安定雇用の問題についてお答えをいたします。会計年度任用職員の給与や雇用に関するお尋ねですが、この給与水準については令和2年4月の制度導入時から国からですね、類似する職務や従事する常勤職員の属する職務の給与の初号給の給料月額を基礎として職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮しつつ業務の量に応じて支給することが適当と示されており、この考え方に基づいて条例および規則で規定をしております。会計年度任用職員は制度導入時から期末手当の支給はあったものの、勤勉手当の支給が制度としてなく、仮に常勤職員と同じ基本給であったとしても1割ほど年収が低い状況でしたが、今回ご提案をしておりますとおり、地方自治法の改正により令和6年度より勤勉手当の支給が可能となったことから、本定例会に条例改正の議案を上呈しております。これにより常勤職員との格差はある程度解消できるものと考えております。仮に意欲のある会計年度任用職員の正規化をというご指摘ですが、会計年度任用職員を採用するにあたっては面接等の選考により行っており、競争試験を受けて任用されている常勤職員とは採用方法は明確に異なるため困難と言わざるを得ません。なお常勤職員の採用試験については近年年齢要件を緩和するなど試験を受けやすい体制づくりに努めておりますので、意欲のある会計年度任用職員についてはぜひ採用試験を受けていただき、非常勤職員として補助的な役割にとどまるのではなく、常勤職員として自ら上市町の課題解決に取り組んでいただきたいと考えております。次に学校の関係でございますが、議員さんの学校の統廃合に関する考え方は毎回、よく聞かせていただいております。ありがとうございます。議員がおっしゃる通り、過去にも学校の統廃合はありましたが、多くは一部地域に住む子どもの数が少なくなったことが要因で、今回上市町全体で子どもの数が大きく減少し、最高6クラスあった上市中央小学校でさえ現在かろうじて2クラスを維持している状況であります。他の小学校5校はいずれも1クラス、そして白木西部と洋南は本来なら複式学級となるべき人数しか在校していません。こうした現状は過去とは全く違い、私は今こそこの問題と向き合う時期に来たと判断して、統廃合の議論を町民の皆さんに投げかけさせていただいたところであります。また先生が足りないのは採用者数を減らしているのが要因とのご指摘ですが、富山県教育委員会の教員採用状況を見ると、少なくともここ10年程度は最低でも300名程度、令和3年4年度は350名を超える方を採用しており、決して採用者数を減らしているわけではないという状況でございます。そうした中、当庁では自然環境も豊かな上に、公共交通や病院、
インフラ等が整った子育てしやすい町と自負しております。さらに町中心部からおおむね3キロ圏内に各小中学校が配置された、もともと生活圏がコンパクトな町であります。このような町に魅力を感じて移住していただいた方も多くいらっしゃると思います。学校後の統廃合につきましては、現在学校教育審議会で議論が交わされていますが、将来的には小中学校を一つにしていく方向で議論がなされていると聞いております。また審議会では学校を統廃合をするにあたり、魅力的な学校づくりを行ってほしい、新しい学校の整備を契機に上市町に住みたいと思ってもらえる町づくりを進めてもらいたいとの意見が出ているとのことであります。先ほど申し上げましたが、当庁では居住地がコンパクトであることから、スクールバスの運行等があれば小中学校一校としても十分に各地域から通学できる環境にあります。また先日教育員の皆さんが視察に訪れた愛知県瀬戸市では、学校の統廃合を進め、新校舎の建設と魅力的な学校づくりを行ったことにより、学校を目当てに移住される方が増え、子どもたちの数も増えたそうであります。今後市議会からの答申をいただいた後、その内容を踏まえつつ、町内の方から統合してよかった、町外の方からもぜひ通わせたいと言われるような学校づくりを進めてもらいたいと考えておりますので、ご理解をいただきますようにお願いを申し上げます。薄井則夫君。各校区の町長は質問、いろんな意見を聞かれてきたと思いますけれども、その中で私は印象深いのは、お金の問題じゃないのかと、お金がないから当該するというのはおかしいんじゃないかという質問があったのを私は覚えております。議事録に載っております。その時町長の答弁は、お金の問題だということは私は一切言ったことはありませんと。これはお金の問題じゃなくて、子どもの教育の問題だという答弁をされたし、今も町長はそのことを自信を持って今答弁されました。しかし6クラスが各 学年に2クラスないとダメだとか、複式学級ではダメだとか、こうしたことは教育の専門家でも、このことを断言する専門家はあまりいないと思います。私はこのことを、教育論をいろいろ、まだ不十分ですけど、勉強しておりますけれども、2クラスなければ子どもが良くないとか、複式学級では子どもが育たないとか、こんな根拠はどこにもありません。それは今上市で活動しておられる複式学級で卒業した人がみんな立派に、なおさらとは言えませんけれど、と言えるかもしれませんけど、立派に育っておられることを見ても明らかです。そういう点で私はいろいろ子どもの数だとか先生がいないとかっていうことを言っておられますけれども、これはずっと子どもが、子どもも先生も多い時から、先ほど言ったように、あの音杉小学校が亡くなった時は上地小学校の生徒が500人近くいた時です。1学年で500人いた。そういう時でも統廃合は進められてるんです。結局上地町も統合を進められたんです。正直言って一緒に富山にならないかとか、だけどあの時がんとして議会も町長も反対したんです。統合は今ざっと一貫して戦後の合理化なんです。これは農協も
商店もみんな大きいものはいいんだというようなのが国の政治なんです。私は町長はいろいろ言っておりますけど、その流れに乗っているとしか私は思えません。このことで今かっては私南風見でも合意にも学校があったんです。分校があったんです。山和美小学校と南和美小学校を統合したときは、私はその時5年生でした。もうクラスが1クラス、50人、55人で教室に入れないぐらい2クラスありましたけど、そんな時代でも統合は進められてきてるんですよ。だから経費はじゃないと言われますけれども、少なくても町長はそう思っていません、持っておられんかもしれませんけど、国の政治は経費削減なんです。日本の教育にかける経費は主要局の半分なんです、 GDP 比で。そして授業料は主要国の最高なんですよ。だから外国の無料、ドイツなんかは無料なんです、授業料は。大学でもわざわざドイツの大学へ留学する人もおられるんですよ、この上市町でも。そんな現状を耳に考えないでどんどん進められていますけれども、そのことで今山手からどん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 人が、階段とかごま堂の人がみんな町に降りてきました。それと同時に熊も猿も降りてきてるんですよ。このことをよく考えて、まあ仕方がないと、国が言うんだからということになってるかもしれませんけれど、私はこのことには最後まで反対して、後々の歴史にこの結果を問いたいと思います。町長はまたかと聞き取られるかもしれませんけど、何回言ったってこの問題はですね、これで足りたという問題はないと思います。次に町長は非正規雇用職員も正規雇用職員と同じぐらい頑張って町のためにやってほしいと言われますけれども、私はそんな簡単じゃないと思うんですよ。現に非正規雇用職員はいろんな会議に除外されております。大事な会議に視察とかそういうところも勉強会も非正規雇用職員は除外されてるんですよ。この中で正規雇用職員と同じことをやれって言われたって、それはちょっと違うんじゃないかと思いますね。それと正規雇用職員と非正規雇用職員は年収にして私は半分近くだと考えております。私は総務課にまだまだ資料が足りませんけれど、そのことをちょっと要望してきました。人件費損額はですね、今から20年前、2002年、平成4年ですね、この時1億5210万ぐらいなんですよ。1億5210万、1億、すみません、桁違いした、15億2101万6千なんですね、15億を超えてたんですね、2002年は。ところが昨年、2022年の人件費総額、令和4年です。なんと5億円減ってて、10億2784万6千円なんです。この理由はいろいろあると思います。例えば保育所がみんな民営化されたと。消防団も、消防署も統合されたとか。いろいろありますけれども、主とした理由は、私は、正規職員を減らして非正規職員がどんどん増えてるからだと思います。現に人件費に占める非正規雇用職員の比率は20年前、2002年は 12.4% なんです。人件費の中で 10%、 12% なんですね。昨年はどうか、
人件費に占める非正規雇用職員の比率は 26.6% なんです。2倍以上になってるんですね。このことで正規職員にどんどん負担がかかってるんですよ。例えばこの5年間で、私20年間要望したんですけど、ちょっと難しいって言われたんで、この5年間の病気死者は20日以上休んだ人は何人か、16人なんです。この5年間で16人が病気で休んでるんです、20日以上。それでこの5年間で20日以上休んだ末、定年前に役場を辞めたと、若くしても辞めたという人は何人おられるかと、3人なんです。3人が20日以上休んで、多分これは過労だと思います。どんどん正規職員が減らされて、非正規職員が増えたと。このことで正規職員の負担がどんどんかさんだと、これがこうした実態につながっていると思います。これは私は再質問はしないというふうに通告してありますので、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。3番椎名弘子君。月日の流れは本当に早く、今年も残すところわずかとなりました。世界のあちこちで紛争が起こっておりますが、犠牲になるのはいつも普通にそこで暮らす人々です。悲しいことです。さて、通告に従いまして、私からは2つ質問をしたいと思います。1つ目は、上市町における DX、いわゆるデジタルトランスフォーメーションの取り組みについてです。DX につきましては、今年の6月議会にて、酒井一義議員が質問しており、その当局の答弁の中に、現在、国は先行自治体等と競争する形で、窓口 DX に役立つパッケージシステムをガバメントクラウド上に提供するサービス、窓口 DX サースといいますが、そのサービスの準備を進めておりまして、本年7月にラインナップが公表され、来年の1月ごろからサービスが開始される予定だと聞いております。このサービスが提供されれば、自治体が自分たちでシステムを用意する必要がなくなり、さらに自分たちに合ったサービスを選んで利用することも可能となりますことから、当庁の窓口 DX 推進のハードルが下がるものと期待しているところでございます。とありました。実は先日、日本最大手の広告代理店とDX についての話し合いをする機会がありました。その時は、あまり深く DX について理解しておらず、このことがきっかけで、自分なりに DX について調べてみました。2025年末までに、市町村は現システムが最適であるかを見直すこと、これは国の決定事項です。同時に、まず国の用意するクラウドサービスである窓口 DX サースを利用するのか、それともそれ以外の企業のシステムを利用するのかを考えていくことになるのかと思います。デジタル庁に確認したところ、ガバメントクラウドの利用は努力義務とのことでした。しかし、最近の新聞記事などを読んでいると、努力義務とは言いながらも、実質的には選択せざるを得ないのかなと感じております。DX を進めるということは、維持管理費がかかってきます。ちなみに、
ミーティングをした企業は、最低でも200万はかかるのではないかとのことでした。窓口 DX については、ぜひ熟慮していただきたいと思います。正直、都会の役所の窓口であれば、書かない、待たない、あちこちの窓口に回されないという DX 推進の目的が理解できるのですが、当庁の窓口での導入は、他の市町村の様子を見ながら、慎重に進めた方が良いのではないかというのが、個人的な思いです。また、自治体職員と政府機関職員との対話の場として運用するデジタル改革競争プラットフォームについてですが、今年の8月1日時点の資料において、県内15市町村のうち11市町村の登録がなされており、上市町は登録されていませんでしたが、もしも必要であれば、こちらの登録をされた方が良いのではないかと思います。そしてまた、今後、ますますデジタル化が進むでしょうから、デジタル人材の育成にぜひ力を入れていただきたいと思っております。2つ目の質問は、子宮頸がんワクチン HPV についてです。このワクチンは2013年に定期接種がスタートしましたが、全身の痛みなどの副作用の可能性があるということで、国は積極的推奨を中止しました。その後、専門家の評価により、2022年から積極的推奨が再開となりました。しかし、1997年4月2日から2007年4月1日生まれの女性の中に、接種を逃した方が多くいます。このため、厚生労働省が HPV ワクチンの接種の機会を逃した方向けに、キャッチアップ接種を開始しております。また、令和5年11月28日の新聞記事には、県が普及啓発キャンペーンを行うとありました。子宮頸がんワクチンの先進国では、子宮頸がんになる方はとても少なく、子宮頸がんの研究者の中には、症例の多い日本に来て研究している方がおるそうです。毎年 1.1 万人の方が子宮頸がんにかかり、2900人の女性が亡くなっています。そして年間1000人の方が、がんの治療で子宮を失い、妊娠できなくなっています。ワクチンを接種することで救われる命がたくさんある、そういうがんなのです。当庁における HPV ワクチンの接種のキャッチアップの現状をお聞かせください。私からの質問は以上です。薄井企画課長。町の DX 推進に関するご質問にお答えいたします。本年度、上市町地方創生 SDGs 推進本部に設置しました若手職員を中心とする自治体 DX 推進プロジェクト部会におきまして、DX の取り組みを研究するとともに、生成 AI の活用や事務のペーパーレス化の実証実験、研修会の開催など、役場内での DX に対する認識の共有と機運の醸成を図ってまいりました。窓口 DX につきましては、新年度に窓口担当課の職員で構成しますワーキンググループの設置を考えておりまして、この組織でしっかりと検討を重ねて、ガバメントクラウドにこだわらず、本庁に最適なサービスを導入していきたいと考えております。続いて、議員ご指摘のデジタル改革競争プラットフォームについてですが、現在、本課の DX 担当職員が、
この登録手続きを進めておりまして、新年度から国のデジタル田園都市国家構想推進交付金を活用しました DX 推進事業を展開していくための情報収集に活用してまいります。最後になりますが、デジタル人材の育成についてであります。本庁ではデジタル人材枠での職員募集を、しておりません。そしてまた専門の職員を育成するということも、困難であることから、外部の専門家を町の CIO 補佐官に招聘しまして、デジタル人材の育成についてもサポートしてもらおうということを現在検討しております。DX におけるデジタル技術はあくまでも手段であります。町民の暮らしや職場の働く環境をもっと楽に、もっと便利に、もっと心地よくするための改革を行うということが本質でありますので、これからも職員のチャレンジ精神の高揚に努めていきたいと考えております。以上です。柳瀬福祉課主幹。子宮頸がんワクチンの接種状況についてお答えします。まず子宮頸がんを予防する HPV ワクチンは、議員ご指摘のとおり平成25年度より定期接種となったものの、ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛が特異的に見られたことから、国は積極的な勧奨を差し控えてきました。その後国でさまざまな検証がなされ、令和3年11月の専門家会議で安全性について特段の懸念が認められないことが確認されたため、令和4年4月から積極的な勧奨が再開されたものであります。 HPV ワクチンの定期接種の対象者は、12歳となる日の属する年度初日から16歳となる日の属する年度末日までの間にかかる女子で、当庁では令和4年度417人、令和5年度398人が対象となっております。また積極的勧奨を控えていた期間の対象者に該当するキャッチアップ接種の対象者数は、令和4年度739人、令和5年度780人となっております。 HPV ワクチンの基本的に3回の接種が必要となっており、令和4年度定期接種で1回目を接種した方が51人、2回目が45人、3回目が28人の延べ124人で、令和5年度では1回目を接種した方が10月末まで28人、2回目が8人、3回目が10人の延べ46人となっております。対象者数に比べて接種人数が少なく感じられるかもしれませんが、令和4年度の実施率は県下で2番目に高くなっております。またキャッチアップ接種については、令和4年度は1回目を接種した方が91人、2回目が83人、3回目が53人の延べ227人、令和5年度では1回目を接種した方が10月末までで63人、2回目が46人、3回目が38人の延べ147人接種している状況であります。椎名弘子君。はい、ご答弁ありがとうございました。当庁の窓口 DX につきましては、
当庁らしくで良いと思っております。ぜひ外部の専門家とともに頑張っていただきたいと思っております。また子宮頸がんワクチン HPV につきましてですが、ワクチン の先進国では撲滅できる可能性のあるがんと言われております。何卒キャッチアップ接種よろしくお願いいたします。12番酒井克行君。令和5年度予算について通告どおり2件の質問をいたします。はじめに令和6年度の予算編成について質問をします。中川町長は12月定例会の提案理由の説明で令和6年度予算について物価高騰、労働力不足、働き方改革による人件費の上昇などで費用の増加、超高齢化社会への対応に伴う社会保障の増加、公共施設の老朽化や光熱費の上昇による維持管理の増加などが見込まれることから厳しい予算になる。子育ての支援の充実、移住・定住の促進、脱炭素社会の実現に向けての取り組み、住民サービス向上のための DX ・デジタルトランスフォーメーションなどを検討するとともに、財源確保と歳出削減に取り組み、限られた財源を重点的かつ効果的に配分する予算編成に努める。また本議会終了後の全員協議会で子育て支援でももう少しきめの細かな心配りができないか、町民の期待に応えることができないか、以下を再点検していると述べられています。そこで新調整70周年記念を終えて、誰もが住みたい町、住み続けたい町になるための予算編成をどのようにするのか、丸に主なプロジェクト事業をどう考えているか、長川町長にお尋ねいたします。次のツキノワグマ対策について質問します。今年度は夏が異常に暑かったので、山にクマの餌となるドングリのなどの不作と里山の荒廃で人里に近づきやすくなったことがあるとされています。富山県など全国クマが大量出没している。県自然保護課によると、今年の県内のクマの目撃痕跡情報は10月から257件、11月が176件で、死者1人を含む9人が被害に遭った。一方では県は熊がかわいそう、生息地を整えてあげたいなどと苦情しないように求める電話が寄せられています。
共存のためには人の生活圏に侵入した熊や出没を懸念される熊を捕獲し、人の生活圏に侵入させない対策が重要と指摘、愛護だけではなく地域社会も熊も守れない、上市町も水と緑森づくり事業を活用して熊田の野生動物の出没を防ぐために広野極楽寺市内に市内で森林整備を実現したので熊の出没が例年よりも少なかったとの町民の方からも評価をされていました。今後も里山の整備を促進してほしいと要望されていました。そこで熊の出没状況と被害に遭わない対策をどう進めてきたのか、丸に熊を捕獲する人の確保をどのようにするのか、酒井産業課長にお尋ねします。これで質問を終わります。中川町長。令和6年度の予算編成についてお答えいたしますが、提案理由でも申し上げましたとおり、子育て支援策の充実、移住定住の促進、脱炭素社会実現に向けた取り組み、住民サービス向上のための DX 等を核に取り組んでいく所存であります。歳出面において資材費や人件費の上昇等を要因とした費用の増加が見込まれるほか、見込まれるなど厳しい予算編成になるものと思われますが、第8次総合計画にあるつながる、にぎわう、支え合う上市に掲げる施策を着実に進めることにより、町民の皆さんの満足度の向上に努め、誰もが住み続けたい町、住みたい町づくりに努めていきたいと考えております。次に主なプロジェクト事業につきましては、引き続き学校給食費の無償化を継続したいと考えるほか、大坪地域工業団地の整備に向けて準備を進める、さらに近く出されるでありましょう学校教育審議会からの答申を踏まえた学校整備に向けての具体的な財政計画の検討、丸山総合公園や保健福祉総合センターのなどの公共施設の長寿命化計画も進めていきたいと考えております。以上です。社会産業課長。ツキノワグマの対策についてのご質問にお答えします。はじめにクマの出没状況についてですが、今年のクマ目撃痕跡情報は12月7日現在で富山県内全体では627件と、昨年の221件に比べて大幅な増加となっている中、当庁では12件であり、昨年は8件でしたのでおおむね横ばいとなっております。クマの被害に遭わないための町の対策につきましては、混み合っている竹林や広葉樹林を刈り払いする里山再生整備事業を
上市川沿いの野島地区など、熊の通り道になりやすい場所などで実施してまいりました。現在も10地区において、地域住民のご協力のもと、継続して事業に取り組んでおりまして、野生動物との住み分けや、熊の出没防止に努めております。また、熊による被害防止のため、毎年、町広報の5月号と10月号においては、熊出没の注意喚起に努めているほか、熊の誘因となる柿の木の伐採支援として、満70歳以上のみの世帯でご自身では伐採することができない方、かつ協力可能な親族などがおられない方を対象に、町が柿の木の伐採をお手伝いしており、今年度は3件実施しております。次に、熊を捕獲・駆除する人の確保については、まずは猟銃および狩猟免許を所持・取得することが前提となりますので、町では富山県猟友会より配布されている狩猟免許所持者の増加に向けたガイダンスのご案内を、産業課カウンターや町広報ホームページに掲載し、一人でも多くの町民の皆様に興味を持っていただけるよう周知に努めているところでございます。こうした地道な取り組みもあり、近年では30代が1名、40代が4名、70代が2名で、合わせて7名の方が新たに狩猟免許を取得され、猟友会へ入会されております。なお、新たに狩猟免許を取得された方や若手の猟友会員の方は、熊などの大型野生動物を捕獲・駆除するためには知識や経験が必要となりますので、こういったことを確実に伝承してもらえるよう、引き続き猟友会へ働きかけてまいりたいと考えております。坂井克行君。はい、ありがとうございました。はじめに、令和6年度の予算編成について町長から答弁をいただきました。いわゆる6年度の予算編成には、先ほど私も言いました通り、新町政70周年記念で決意を新たにされたように、いわゆる誰もが住みたい町、住み続けたい町になるための予算編成にするように改めてまた要望しておきます。またプロジェクト事業については、明確にはおっしゃいませんでしたが、それにつくことについても答弁をいただきました。そういうことで、新町政についてはそのようにお願いしたいとともに、また近年物価高騰が各市町村でも対策にされておりますし、また町長も予算編成の中で物価高騰も対策に入れたいと言ってありましたとおり、それも重点的に取り組んでほしいというふうに思っております。また3番目にお聞きしたいのは、新聞報道でもありましたとおり、本会議終了後、全員協議会で子育て支援でもう少しきめの細かい心配りができないか、再度点検していると、述べられています。中身はどのようなことかお聞かせ願いたいと思います。次に熊の対策の問題について、今年は県下でも
多くのクマが出て、大変、上地の住民の人もですね、心配をしておられました。で、私も紹介をした通り、クマ対策で里山整備ということで、この川の方もですね、整備をしていただきまして、それによってやっぱりあのクマが例年よりも少なかったんではないかなというふうに聞きましたし、私もその効果があったというふうに認識をしております。また国県の予算を十二分に活用されまして、里山整備を進めてほしいということを要望しております。では町長の方から再質問について、答弁をお願いします。中川町長。お答えをいたします。新年度の基本的なですね、簡単考え方として、近く出るであろう学校教育審議会の答申を尊重してですね、整備計画を立てる必要があると考えております。そのために学校の規模、場所も含めてですね、そこらを早急に整理する必要があると。で、一番問題になるのはですね、事業費ですね、建設事業費。どの程度の事業費を見込むか、それに対してどういう財政計画を立てるのか。当然のことながら、国庫補助金も必要ですし、記載義務教育事業債も活用する必要があります。差し引き一般財源でどれだけのお金を準備する必要があるのかという目処をまず立てていきたいというふうに考えております。そのための大型の新規の事業については極力控えて、やがて取り掛かる学校整備の財源留保を優先していきたいというのが私の考え方であります。また新聞等で報道されております通り、今ほど申し上げましたような基本的な考え方があるものですから、新規の事業を控えてですね、きめ細かな対応をしていきたい。例えば子育て支援の充実と言いながらもですね、例えば文科省、厚労省、子ども支援、子ども家庭庁ですか、この3者の垣根があってですね、例えば学童保育、放課後児童クラブ等の制度がありますが、それぞれにおいて長所もあれば短所もある。なんとかその隙間をですね、町で埋められないのかということで、先般福祉課と教育委員会と町民の皆さんのニーズに応えるためにどうしたらいいかということを協議をさせていただいたところであります。かねてからですね、病後児保育に対する保護者の皆さんの要望が非常に強いわけですが、私の待っては一箇所だけ保育園がこの病後児保育をやっておりますけれども、定数が3名、保育士1名に対して3名しかお預かりすることができないと。そして保健師につい、看護師については10名に1名確保しなさいということになってますけれども、この3名の子どもさんを預かる時期というのはですね、例えば腸炎ですとかインフルエンザですとか、大体利用したい時期がほとんど同じ時期であります。そういう時に3名以外の方はどうすればいいかということで、制度としては富山広域圏で
連携事業を行っておりますけれども、富山市の町中へ子どもさんをお預けすることは可能ですが、例えば上市へお勤めの方がですね、富山まで病後児保育を利用するために行くためには、勤務時間を1時間遅らすか、家を1時間早く出てですね、富山市へ行って子どもさんを預けて帰ってこなきゃ、これでは上市の皆さんが利用しようにも非常に使いにくい制度であります。そこで立山町と船橋村に呼びかけまして、お互いに相互に利用できるようにしませんかということで声をかけてですね、相互に利用できるようにさせていただきました。まあ、いろんな福祉制度の子育て支援制度のですね、まだ隙間がありますので、少しでもですね、この隙間を埋められるように努めていきたいというふうに考えております。まあ、そういう努力についてですね、どういう形で新年度予算の中で提案できるか、今しばらく時間をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。坂井勝彦君。はい、委員長ありがとうございました。今の予算編成のことでお聞きしまして、町長の考え方もお聞きしました。その中で、通告にはないと思いましたが、学校問題でありますが、上市の統廃合の問題にして、20日の新聞ではですね、町学校教育審議会がですね、3校を選考して統合と、将来は義務教育学校創設という方針を出されましたんで、町長はこのことについて一言見解をお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。中川町長。今ほどの審議会の件につきましてはですね、金曜日の夜開催されておりまして、私も土曜日の新聞報道でその内容を知っただけでございまして、まだ正式にですね、議事録も拝見しておりませんので、これ以上のことはですね、この席でのお答えは差し控えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。坂井勝彦。はい、ならこれで私の質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。2番広田徹君。通告に従いまして2点質問をさせていただきます。1つ目、ふるさと納税について質問をさせていただきます。ふるさと納税は町の重要な資源でありますが、上市町における個人のふるさと納税額は富山の中でも最下位であり、今後の底上げが必要であると考えています。一方、個人のふるさと納税のほかに企業版のふるさと納税があるとお聞きしています。企業版ふるさと納税の概要とそのメリット、また上市町の企業版ふるさと納税に対する取り組みについて伺いたいと思います。臼井企画課長にお尋ねいたします。2つ目の質問に移らせていただきます。
学校教育についてお聞きいたします。上市町の学校教育は私が子どもの頃と比べ大きく変わりつつあると感じています。タブレットや大型ディスプレイを用いた学習方法は先進的であり、子どもたちの想像力を大きく育てる助けとなり、物事に取り組む積極性を育んでいると感じています。今後学校再編問題もあり、子どもたちの教育環境はさらに変化するものと予想しています。そのような中で上市町の特色を生かした教育を行ってほしいとの保護者の方からのご要望もお伺いしています。例えば上市町では農業が盛んであり、米をはじめ里芋や生姜の栽培も盛んに行われています。これらの農業について実習を通して小学校のうちから学んでもらい、その中から魅力を感じた子どもたちが将来の上市町の農業を担ってもらえるまちづくりはできないでしょうか。上市町の将来は上市町の子どもにかかっていると言っても過言ではないかと思います。平井事務局長にお尋ねいたします。以上2点よろしくお願いいたします。薄井企画課長。企業版ふるさと納税に関するご質問にお答えいたします。この制度は地方公共団体が行う地方創生の取り組みに対して企業が寄付を行った場合に法人関係の税金、法人税、法人住民税、法人事業税が軽減される仕組みでございまして、平成28年度に創設されました。その後令和2年度に制度改正がありまして、通常の寄付における損金参入による軽減効果と合わせた税額控除により最大で寄付額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が寄付額の約1割まで圧縮されるなど大幅な見直しが行われました。企業がこの企業版ふるさと納税を活用するメリットとしましては、今ほど申し上げました法人関係の税金の高い軽減効果を受けられるほか、社会貢献を行う企業としての PR 効果があること、地方公共団体との新たなパートナーシップを構築できること、それと地域資源などを生かした新事業展開が期待できることなどがございます。当庁では令和3年度に2社から1,020万円、令和4年度には1社から10万円の企業版ふるさと納税の実績がございますが、全国では令和4年度の企業版ふるさと納税の寄付総額は前年度比 1.7 倍の約341億円、寄付企業の数としましては4663社で、まだまだ伸びる余地のある市場となっております。このため今年の9月補正におきまして、企業版ふるさと納税の活用や官民連携に実績がある専門業者への委託経費を計上させていただいたものであり、企業に選ばれる競争したくなる寄付のメニューを具体的にビジュアル化することで企業へのアプローチを進めていきたいと考えております。合わせまして企業版ふるさと納税募集パンフレットの作成も行うこととしておりまして、今後企業への働きかけを積極的に行いまして、企業版ふるさと納税の獲得に努めるとともに、寄付していただいた企業とも連携しまして、町の課題解決や活力アップを図っていきたいと考えております。
平井教育委員会事務局長。学校教育に関するご質問にお答えいたします。近年子どもたちは直接体験が不足する傾向にありますので、社会性や豊かな人間性を育むためには体験活動はこれまで以上に重要な意義を持っているものと考えております。本庁の農業体験の仕組みにつきましては、各学校で年間指導計画に基づいて実施しております。例えば小学校2年生の生活科の夏野菜の栽培、4年生の理科でのインゲン豆やヘチマの栽培のほか、学校によっては総合的な学習の時間で落花生や大豆作りを行っております。中学校では1年生で技術家庭科の時間に白菜やキャベツ、ブロッコリーの栽培などを行っております。また地域の特色を生かした農業体験として、宮川小学校の5年生が地域の方の協力を得て学校でによるもち米の栽培収穫を行っており、白木西部小学校と陽南小学校では平成21年から続く上市高校の児童生徒のふれあい交流活動に参加し、人参の収穫と花の植え替えを体験しながら交流を深めています。現在小中学校の教科や教育内容については文部科学省の学習指導要領で定められており、学校裁量で使える時間は限られていることから、農業実習といっても例えば田植えや稲刈り、野菜の植え付けなどの断片的な体験にとどまってしまうこと、農業でも米作りなどに造形の深い教員は限られており、地域の方の協力や栽培場所の確保が不可欠なことなどの課題はありますが、教育委員会としては農業体験も含め体験活動の持つ積極的な意義について校長会との理解を求め、その推進を呼びかけてまいります。広田徹君。ご回答ありがとうございました。まずふるさと納税に関してですが、企業版ふるさと納税は、いかに企業の方にそのメリットを知っていただくかというところが重要かと思います。また町の方としても企業の方にどんどんアプローチをしていただいて、その魅力を企業の方に知っていただき、今後の納税に生かしていただければと考えていますので、またよろしくお願いいたします。続きまして、学校教育に関しましては、現在でもいろいろな実習を取り組まれているということですが、またこれらの実習に関しましては民間の方との協力が不可欠になってくるかと思います。民間の方との協力をより一層深めながら、これからの学校教育をより深いものにしていただき、また子どもの、その実習を通してこれからの上市の農業というものを知っていただくきっかけにしていただいて、将来の上市の発展に努めていただければと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。6番広田泰造君。ふるさと納税に関して質問いたします。先ほど広田徹議員より、ふるさと納税の企業版についてご質問があったかと思いますが、私の方からは個人のふるさと納税についてご質問いたします。まずふるさと納税について少しお話しします。ふるさと納税は自分の居住する自治体以外の自治体に寄付を行うことで、その自治体を応援することができる制度で、寄付をされる方ご自身、自分や親族の出身地、お世話になった地域など、自分自身が応援したい地域にふるさと納税として
善意の寄付をする制度であり、寄付された自治体は寄付のお礼として自治体が用意した返礼品を提供する仕組みとなっています。なお、寄付金の用途は寄付先の自治体が行う事業を指定できることから、税金に対する意識が高まり、納税の大切さを自分事として捉える貴重な機会になるとも言われております。また、寄付をすることで応援したい地域の力になれることは大きな意義となり、地方創生に貢献できることにもなり、人口が都市部に集中した結果、住民税も都市部に集中していることから、人口減となり、税収が少なくなっている地方では、財源が確保され、課題を解決できる手段になっています。これは自治体にとっても、地域の在り方を考えるきっかけになり、日本全国からふるさと納税という形で寄付金を集められるようになると、自治体の努力次第で一般財源のアップを実現できるということになります。また、自治体が住民だけでなく、日本中の国民に対して取り組みをアピールすることができ、自治体間の競争が進み、これが自治体側としても地域の在り方を改めて考えるきっかけにもなります。先ほども述べましたが、ふるさと納税で集まった寄付金は各自治体の財源として使われ、子育て支援や教育環境の整備、医療や福祉の充実、観光業の活性化など、その自治体の未来のために使われるお金となります。ふるさと納税は寄付者にとってお得な返礼品や税制上のメリットが注目されがちですが、本来は地方活性化に大きな貢献をしている事業です。そして、肉や海鮮類などの豪華な食品やお酒など、寄付額に応じた好きな商品を選ぶことができるほかに、自分の年収や家族構成などから、寄付金の限度額、いわゆる税金の控除限度額の範囲内での税額控除が適用され、そのため、結果的に自己負担額2000円で豪華な返礼品が手に入り、所得税や住民税も控除されるということになり、寄付者にとって大きなメリットがある制度となっています。最近のふるさと納税は、特産品である肉、魚介類、お酒などを返礼品としている自治体に寄付金が集まる傾向にあり、善意に基づく制度のはずが、見返りばかりに注目が集まっている状況にあります。しかし、このことはふるさと納税額の一定分が返礼品として戻ってくるのであれば、納税者にとって魅力的であることになります。また、返礼品に関しては、地元企業、産業の振興につながるという経済効果もあるという有利な点もあります。しかし、ふるさと納税の影響を理解するに際し、流出の影響と流入の影響を区別して考えなければなりません。流入とは、これまで説明したふるさと納税を称した寄付のことを言います。流出とは、居住地自治体以外の自治体へ寄付が行われることにより、居住している自治体に納税されるはずであった住民税を失うことを意味します。つまり、ふるさと納税は、都道府県や市町村への寄付という名目であることから、実質的には節税手段としても機能しています。農水産品が多く関連する産業が多い地場産品の生鮮食品が返礼品の人気ランキングを独占している傾向にあり、農水産業が盛んな地域はふるさと納税で
黒字となるケースが多いことが示されています。このようにふるさと納税は返礼品競争が過熱している状況となっています。自治体のふるさと納税による歳入となるのは返礼品率 30% 程度、ポータルサイトなどの掲載コスト 10%、 決済関係の手数料数パーセントを差し引いた 50% 程度の額となります。ふるさと納税は地方創生という観点からある程度の効果はあるものと考えられますが、ポータルサイトや決済企業者という地方創生とは関係の薄い民間企業に利益が発生してしまうという問題もあります。2022年度においてふるさと納税で寄付された額は富山県は全国でも最下位となっており、その県内においても当上市町は最下位となっています。ふるさと納税の寄付金額で全国上位の自治体は北海道や九州の自治体が多く入っており、富山県は自治体数が15と全国最小で寄付の選択先が少ないことや、返礼品では全国的に肉や海産物が人気でたくさんの種類、量を準備できる自治体が上位になりやすいことから、富山県は不利とのことです。とはいうものの、最下位は何とかして脱出し、少し上位を目指していかなければならないと考えます。さて、そこでお伺いします。上市町においては、今年度より返礼品の種類も増やしているとは伺っておりますが、なかなか厳しい状況とは思いますが、なんとか流出分を流入分が上回ることを目指していただきたく、1点目として現在のふるさと納税額に関する状況、2点目として上市町民が他の市町村へふるさと納税による寄付をした住民税控除額、3点目として今後の展望について財務課長に答弁をお願いします。黒田財務課長。ふるさと納税に関するご質問にお答えいたします。はじめにふるさと納税として上市町以外の方からご寄付をいただいた金額は令和4年度決算では691万2000円でしたが、今年度は11月末現在で710万円であり、すでに昨年度の寄付額を超えております。次に上市町民が他の市町村へふるさと納税をされたことによる町の住民税控除額は令和4年度は1332万7千円、令和5年度は1774万円であり、当町へのふるさと納税額以上に町の住民税が減収している事態となっております。こうした状況に危機感を抱いた役場の若手職員が今年度に入り部署を超えて集結し、検討会を重ねたところ、ふるさと納税額を増加させるにはまず隠れた返礼品を発掘することが重要だということになりました。その後、広報上市やホームページなどを通じた新たな返礼品提供者の募集を行ったところ、今年度当初から11月末現在で新たな返礼品が40品増えております。また既存返礼品のブラッシュアップ、広告や SNS を活用した町の魅力や返礼品の情報発信なども実施したことから、
少しずつ成果が出てきているように感じています。なお令和5年10月のふるさと納税の制度改正に伴い、寄付金がより地域に残るよう返礼品等の基準が見直されました。当庁も本制度の趣旨に沿って返礼品及び情報発信力強化に努め、地域産業の活性化にも資するよう鋭意取り組んでまいります。広田泰造君。答弁ありがとうございました。ふるさと納税に関し、地域産業、地域経済の発展、そして鋭意取り組んでいくという回答ありがとうございます。ふるさと納税による寄付額は、今年11月末時点で前年度、令和4年度の額を超えているとのことですが、寄付額が伸びていることは良いことです。しかし質問でも申し上げましたが、ふるさと納税による流入と流出を別にして考えなければなりません。いわゆるふるさと納税により寄付された額がふるさと納税による住民税の控除額を超えなければ、本来住民税としての税収分が他の自治体またはその他へ流れていっているということになります。上市町民が他の自治体へふるさと納税をしたことによる住民税控除額は令和4年度では1332万7千円、そして令和5年度では1774万円とのことですが、令和4年度、令和5年度ともに寄付額に対してマイナスです。令和5年度では1000万以上の流出、住民税の減収となっています。これはなんとかプラスになるよう頑張る必要があります。今年度からこの状況に危機感を抱いた役場の若手職員により検討会を行い、返礼品を新たに40品目増やしたり、広告、SNS を活用した PR 活動など情報発信をしているとのことで、成果が出てきているとのことでしたが、大変良いことと思います。若手職員とのことですが、危機感、危機意識を持つことはとても大切なことで良い取り組みと思います。先ほどからも申し上げておりますが、ふるさと納税は自分の居住する自治体以外の応援したい自治体に納税として善意の寄付をする制度で、地方創生や地方の活性化に貢献するというのが本来の目的ですが、多くの寄付を集めるために豪華あるいは魅力ある返礼品の自治体間の競争が過熱している状況です。多くの納税者はこの返礼品を目当てに、そして住民税が控除されるというお得感にてふるさと納税を行っているものと思います。納税者は気に入った返礼品を目的にその自治体に寄付をし、税制上控除という優遇を受けるわけです。しかしながら、私個人的にはふるさと納税をすることにより自ら居住する町に本来入るはずの住民税が入らなくなる、自分の住んでいる町が不利になりますよということを住民に理解していただきたいと思っております。とはいうものの、ふるさと納税をしないでくださいとか制限することはできませんが、なんとかそういうことも住民の皆様に理解していただきたいと思います。とは言っても、個人の納税者にとって
どうしても応援したい自治体があったり、魅力的な返礼品と税制上の控除の特典などのメリットがあり、制度上止められません。ならば多くの寄付を集めるという方向に向かっていくしかありません。先ほどの若手職員の検討会もそうですが、令和4年度に町の課題を解決、町の課題の解決策を検討する民間主体のワークショップとして動き出した組織が、今年度正式名称を上市チャレンジプロジェクトと称し、町のために何ができるのか、町の活性化のためにということで動いているようです。この組織は町の民間事業者を中心としたいろんな業界の方々で構成されており、今年度は検討委員会という会議や全体会議を数回開催されているようです。先日たまたま参加させていただいた全体会議では、ふるさと納税がテーマになっており、返礼品の新たな商品作りや返礼品の掲載や発信、発送、決済などを行う取扱業務の会社について講演されておりました。この上市チャレンジプロジェクトにより、ふるさと納税に取り組んでいただくとは、町の事業者の活性化や町の経済の振興発展に大いに有効であり、また今後のふるさと納税の寄付額が増えていくことを期待したいと思います。この後ふるさと納税額が多くなることを期待いたしまして、私の質問をこれで終わります。ありがとうございました。午後1時まで休憩といたします。